ソンギュは、韓国の歌手、俳優である。インフィニットのメンバーである。その他、インフィニットソンギュ、初のソロコンサートで実力を証明、グループの偉大さを実感した。クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソンギュ、本日静かに入隊、メンバーファンとしばしの別れ。クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。 インフィニットソンギュ、坊主姿で入隊、ファン殺到の現場を公開。クスタイル、2021年4月16日閲覧。インフィニットソンギュ、本日除隊、1300人ものファンとミニファンミーティング、嬉しいという言葉しか出ない。クスタイル、2021年4月16日閲覧。AB、除隊インフィニットソンギュ、早くも日本で単独コンサート開催決定。 2月韓国を皮切りに、各国ツアーへ。クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソンギュ、12月14日にサード、ミニアルバム、インサイド ME でカムバック。約2年10ヶ月ぶりのニューアルバムに期待。クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソンギュ、ウーリームエンターテインメントとの専属契約が終了。 新しいスタートを応援する。クスタイル2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソング3月29日にカムバック決定。ファーストシングルボントフォーゲットという予告イメージを公開。クスタイル2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソングファーストシングルボントフォーゲットというをリリース。アイズワンクオンウンビとメガボルトで共演。 幼い頃から知り合いで、クスタイル2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソンギュドラマ、オーマイベイビー OST に参加、ビューティフルを本日リリース。クスタイル2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソンギュから、ゴールデンチャイルドまで31人参加、プロジェクトシングル、リレーメガボルト公開。 クスタイル2021年4月16日閲覧インフィニットソンギュ日本初ソロミニライブファンミーティング開催決定クスタイル2021年4月16日閲覧インフィニットソンギュ11月に台湾で単独ファンミーティング開催決定9月は L が台湾訪問クスタイル2021年4月16日閲覧インフィニットソンギュ 単独コンサートのポスターを公開。除退5発のステージに高まる期待。クスタイル2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソンギュオンライン単独コンサートザデイポスターを公開。クスタイル2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソンギュチョセホが MC を務める新バラエティガールスピリット7月19日の初放送が決定。 クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。シングレレラ全面改編、インフィニット・ソンギュが新 MC として合流。クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。インフィニットドウド・ドン・ウソンギュ、ブロック・ビー・ユ・グオン・ジェヒョラ、ミュージカル、イン・ザ・ハイツに出演。クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。 入隊中のイケメン俳優たちが豪華集結。チチャンウクカンハヌルインフィニットソンギュ、軍のミュージカルに出演決定。クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソンギュ、女大号発。ミュージカル、キンキーブーツに出演決定。クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソンギュ、ソロ歌手として1位獲得。トロフィーにキス。 クスタイル2021年4月16日閲覧インフィニット損牛音楽中心で1位獲得音楽番組2巻を達成クスタイル2021年4月16日閲覧インフィニット損牛座賞で1位を獲得とてもありがたいクスタイル2021年4月16日閲覧ホトインフィニット損牛36放送座賞で1位を獲得 喜びいっぱいの笑顔。クスタイル2021年4月16日へ閲覧。インフィニットソンデュミュージックバンクで1位獲得。NCT ドリームママムがカムバックステージを披露。クスタイル2021年4月16日へ閲覧。ありがとうございます。